メール。えー、こちら、佐藤さんからです。ありがとう。えー、僕と話しません。しましょうえ、アニバスのバックカバンド、完末特集おめでとうございます。早速購入させていただきました。まやさんの特集記事とても素晴らしかったです。水色のドレスと、と秋らしいピンクの洋服。お花を持ちながらにっこり微笑むまやさんが素敵でした。珍しくメガネもありましたね。 可愛い,いなぁ、可愛い,いなぁとつぶやきながら拝見させていただきました。サードアルバム光についてのロングインタビューも素敵でした。一曲一曲に思いが込められていて、全体を通したコンセプトや曲順にも全て意味があるというのが素晴らしいと思いました。前さんがおっしゃっていた泥臭さ,さも素敵ですね。努力作頑張っている前さんが大好きです。記事を読んでサードアルバムがもっと楽しみになりました。あ,ありがとうございます。いやぁ、嬉しいな。 結構アニパスは写真もいっぱいあって、なんか雨が降ってたんだけど、ちょうどぴったり雨が止んだ瞬間があって、その時に、あの、屋上で撮れたりとかしたんですよ。だから結構写真も綺麗に撮れたりとかしてて。うん、なになに君は僕の光素晴らしい。すごくないいや、光ってやっぱ言葉が強いからさ、やっぱ最初馴染むまでは、光ってどうなのと思ったんだけどん、んなにあ、マスだ。あ、そうそう。マス少子だったよね。そう、多いね。 共演多いよね。確かに。髪伸びたよね。髪 <laughs> <laughs> 伸びたよね。<laughs> 髪伸びたねっていう機会逃して3ヶ月くらい経ってる。<laughs> い,いや、会うんだよ。<あ>現場とかでさ、またまに。うん、そうそう、京都でも思った。<laughs> 最近のマサアシでした。はい。こんな感じでね、えー、アニパスさんには結構ロングインタビューも載ってたりとかするので、 ぜひ読んでもらいたいなと思います。お願いいたします。はい。